こんにちは、ジョージ石原です。本日は第3土曜日、トミカの日ですよね。ということで買ってまいりました、こちらです。2018年6月発売の新車のこちらの4台と、あとですね、私がもう待ちに待ってたこちらです、ランボルギーニスペシャルセット。そしてあとね、気になったのがこちらです、タウン道路セットです。これもね、ちょっと気になってたので買ってきました。ということで今回ね、一番気になってるこちらのランボルギーニセットを紹介したいと思います。で、後のやつはできるだけ早く動画にしたいなと思います。ではランボルギーニスペシャルセット詳しく見ていきます。まずはパッケージからなんですけど、これすごいかっこいいっすよね。で、そして側面はこんな感じになってます。で、裏面がこうです。で、こちらにランボルギーニのマークですね。で、こんな感じになってます。で、こちらのラインナップ入ってるランボルギーニはチェンテナリオロードスターと、こちらがウラカンベルフォルマンテで、ベネーノロードスター、そしてアベンタドールコンプですかね。はい、という感じになってます。もう気になって仕方ないので開けちゃいます。でですね、こちら価格が税込みで1728円で買いました。あの、近くの上司で買いました。よいしょ。で、中はおおこんな感じで入ってます。いや、ちょっと待って、これはいいんじゃないですか。めっちゃね、ランボルギーニね、もう大好きなんですよ。はい、ということでこんな感じで入っていました。ではもう一番とにかく見たいのはこれです、ベネーノロードスターこれがね、とにかく一番見たかったのでこれ開けます。もうね、色がたまんないですね、このカラー。うわーかっこいい、黒色です。むちゃくちゃこう、なんていうんですか、この輝き、ピュアブラック、色はちょっとね書いてないな、ピュアブラックかな、いや、わかんない。でもね、この黒色のこの輝きはもう半端ないですねじっくりと見ましょう。いや、もうこれぐらい寄っていい。うわー、ちょっと待って、うわーかっこいいな、すごいっすよねこれでもこの角度たまんなくないっすか、この角度と、あとね、この角度、いやーちょっと待って、かっこいいたまんないな。で、このね、運転席もまたね、すごくいいっすね。で上から見るとこうで、下から見るとこうです。で、サスペンションはこんな感じですね。ちょっと今気づいたんですけど、リアの方が深いんですね、これ。リアのサスペンションが深くて、フロントのサスペンション浅かったんですね。今気づきました。この黒色かっこいい。そしてね、このフロントのこの、なんていうんですか、フロントスポイラー。ここに赤いラインがね、入ってるんですけど、もうこれがたまんないっす。むちゃくちゃかっこいい。いや、もう何度でも見たくなりますね。で、ギミックはもうこちらのサスペンションだけです。すごいな。もうちょっとじっくり見たいです。ではね、次気になってたのがこちらです。ウラカンです。ウラカンベルフォルマンテですね。はい、こちら開けます。これもね、ちょっと気になってたんですよ。よっしょ。では、ウラカン見ていきます。たまんない、よーいい。で、こちら後ろから見ても最高ちょっとやばい、このなんていうんですか、この緑色がたまんないっすね、すごいかっこいい。で、上がこうで、下がこうなってます。特にね、このフロント部分、これほんとかっこいいっすよね。
でこちらギミックはあのサスペンションだけですね。こちらもランボルギーニは大体ねサスペンションだけですね。ギミックすごいな、いいランボルギーニはやっぱりいい。そして次はね、まあチェンテナリオね、チェンテナリオもね結構気になってたんで、じゃあチェンテナリオいきます。こちらはロードスターですね、チェンテナリオのいやーこのオレンジ色もたまんないっすね。うおー、いやーこれたまんない、うわーかっこいいっすねこの後ろも。ここ、ここなんていうんですか、ダクトっていうんですかね、これ多分空気をね入れる部分じゃないかなとは思うんですけど、これがもうたまんないっすね。で上から見るとうわこんな感じすごいそして裏はこんな感じです。さあたまんないなこれなんかこれでご飯食べれる感じしますよね、ご飯2杯ぐらい。ではね、最後最後のこちらアベンタドールコンプ、ちょっとこれ何なんでしょうね、アベンタドールコンプ、ちょっと調べます。万が一間違ってね覚えてしまうとね、ちょっとかなり責任を感じてしまうのでちゃんとします。クーペだ、嘘ばっかり言ってた、ごめんなさい。あのねアベンタドールクーペです。これクーペです、多分。クーペというのは、優先系の後部を持つ2ドア、2人から5人乗りの自動車。まあ、ちょっと調べたらこんなこと書いてありました。クーペ。はい。ごめんなさい。ということで、アベンタドールクーペです。おほほほ。この色もまたすごいっすね、これ。うわー。すごい見事なピンク。いやー、たまんないっすね、これも。かっこよくてこの色っていうのがね、何なんでしょうね。すごい色。わあ、いいっすね。これはもうまさにね、あの結婚式とかね、そういうのにうってつけですよね。はい、ではちょっとね、もうドアップしてね、見てみますね。ああ、いい。すごい。わあ、かっこいいな。これこの角度いいっすねでですね、こちらのギミックは、サスペンションこれだけですね。ということで4台ですね、4台並べてみると、4台並べるとこんな感じです。いいっすねたまんない、こんな感じっすね。あかっこいいたまらん、これはたまらん。これどうすかね、皆さんならこれでご飯何杯いけますかねそんな例え方ないっすよね。はい、いかがだったでしょうか。まあね、すごくかっこいいですよねこのランボルギーニ。うん、もう最高にかっこいいなと思いました。せっかくなんでね、あの馬力ちょっと調べます。どれぐらいなんですかね馬力。あ、裏缶クーペ、V型10気筒エンジンですね。自然吸気の V10 エンジン。すごい。で、これ 4WD なんですね。4輪駆動システム。7速デュアルクラッチトランスミッション。7速ですよ。切り替え7速っすよ。すごい。そして馬力は最大出力が、610馬力ですね。HP って何？ HP っていうのが馬力なんだろうか。ちょっと調べます。ホースパワーという意味なんだ。知らなかった。ホースパワー。ホースパワーということで、馬力という。そうです。はい。うん。なるほど。ダジャレ？そして、じゃあ、次ですよ。アベンタドール。アベンタドール見てみます。ベルフォルマンテはクーペか？ちょっと待って。違う。すいません、違う。ウラカンクーペでさっき調べちゃってました。ウラカンベルフォルマンテは、まあ、エンジンはね、V10 なんです。ただ出力が違ってました。640馬力。
640馬力です。なんかニュルブルックリンで最速タイム確か出したんですよね、これベルフォルマンテが。でちょっと戻ります。でアベンタドールクーペですよ。これエンジン V12 だったんですね。これね、実車の方はエンジン V12 です。うん、 V12 すごい。前輪駆動システム 4WD って書いてますんで 4WD です。ちょっと待って、4ホイールステアリング、こう4ホイールステアリング、やばい。調べてみたらこの4つのタイヤ全部ねこう動くみたいです。こうコーナリングで曲がるときに、やばいっすよこれ。ランボルギーニ恐るべしやね。でエンジンの出力はなんと740馬力すげえ。ちなみにですね、 HP はイギリス馬力で PS はフランス馬力だそうです。さらに 1HP は 0.7457kW で、 1PS の方は 0.7355kW、 つまり HP の方が少しだけ大きいみたいです。なんだこの紛らわしい単位は。はい、ということです。では次見ていきます。次はベネーノ、まあ、ベネーノの方が強くありそうな気はしますけど、あ、V12 V12 エンジンです。最高スピードが355キロ。これはい、実車は355キロ出るそうです。やばい、すごいな。で、最大出力が750馬力。誰が乗るの。思いっきりアクセル踏んで加速したらこれどんななんですかね。もうおおっていう感じなんでしょうね。でもで最後、そして最後はこちらのチェンテナリオです。まあこれはやばいでしょうね。あー、こちらも V12 エンジンです。で最高速度は350キロを超えますと書いてます。超えますと書いてるんで350キロ以上出ると。で先ほど355キロなんでどうなんでしょう。まあほぼほぼ互角ですよね。はい、ということで、馬力ですよ。最高出力見てみますと、これはやばいっす、770馬力。いやー、やばいっすね。はい、という感じです。で次回紹介するのは、6月発売の新車のトミカです。ありがとうございました。